ん、なんか真っ暗になったね。最深部針に近づいてるってことなんかな。てか針抜いてないの、もう。あ、抜いてない。あ、やっぱ真心がいる。抜いちゃうのか。えらい色合いもまがまがしくなってるね。てか針からも出てる光がもう暗黒っぽい感じじゃあるもんね。フランクリンバッジが仮面の男の雷をそのまま跳ね返した。このフランクリンバッジもよくわかんないよね。なんでエイデンはこれ持ってんだろう。なんなんだろうこれは。てかゴンゾーとか大丈夫。おお、いきなり戦闘かよ。うわ、しかもダメージ受けてる。何な、ちょ、え、アケミとゴンゾーとクインシー死んでんだけど。どうしようこれ使おう。まずこれから始まるんだ。ユカには効果が現れなかった。そらそうね。うん、オッケー。うん、曲もなんだ、弾いたことない曲だ。カムバックした。うわ、なんかすげえベースの効いたと思ったらなんか曲調変わった。なんか不思議な曲だな。強烈な雷を放った。これさ、またもしかしてアケミとか死ぬ。これダメじゃん、攻撃。いやいや、強。待て、シールド。オッケー、これで半減。シールドキラーを使った。何それ。消えてなくなった。攻撃。ちょっと、どうしよう。防戦一方になっちゃうんだけど。回復して殴る。もう次のターン殴ろう。何これ、ちょっと、これ負け試合もしかして普通に。ルカは、なぜか攻撃ができなかった。もうどういうこと、全然わかんねえ。それは気持ち的なことなのか、そのお兄ちゃんに対する。それとも、そういう現象なの。一方的じゃん。致命的なダメージ、これ、やばいやつか。どうしよう。一応回復するか。何か攻撃のチャンスが巡ってくるかもしれないね。ちょっとダメージでかくない？なんかだんだんでかくなってない？これさ、戦闘不能を直したら相手がさ、イカズチ使ってくるからフランクリンバッジでできるくない？反撃。オッケー。シールドキラー？PK デフォルト、しかもオメガじゃん。これやばくない？うお、630、これ負け試合か。ちょ、どうしよう。回復すんべきなの、攻撃してみようぜ。本当になぜか攻撃できなかった。やっぱりできないんだ攻撃。待って、 PK デフォルト使ってみたかい。持つ。なんだ、何やってくんの。なんか暗い。リュウカ。なんだ、まだ心が残ってるみたいな、真心の。真心としての心が残ってるみたいな、そういう感じで攻撃やめてくれるとありがたいんですけど。どこからか、名前を呼ぶ声が聞こえた。デフォルト、もうどれだけやられるから PK デフォルト。ルカはなぜかこう、できないのかやっぱり。これやられちゃったけどどうなんの。力尽き倒れた。しかしルカの持っていた片身ここで発動しちゃう。どうしたらいいの。ひたすら耐えろってことでいいの。片身使っちゃったよ。ピザ食べようぜ。美味しい。美味しいよピザ。この場面で食うピザ、ピザはいつ食ってもうまい。叩ける。
また声が聞こえる。なんか優しい音楽が裏で聞こえてんだよな。真心？ん？これ真心まさか自分のこと真心、名前で呼ぶ系じゃないよね。あれかな、マーサの声かな、これお母さんの。それはマーサの声だった。やっぱりそうなんだ。仮面の男には届かなかった。うわー、もう心がないんだやっぱり。どうしたらいいのこれ。もうピザ食うしかねえわ俺。仮面の男の攻撃、一旦回復して、ガチ回復して次のターン攻撃しよう。で攻撃しようとしたら多分マーサの声が聞こえるんだ。あ、聞こえなかった。でもひたすら回復使って耐えようか、この感じだとね。あ、間違った、ガードしちゃった。やばいやばいやばい。真心やめなさい。あ、お母さんが止めてくれようとしてるんだ。あなたはフォーキーのロボットじゃない、私たちの子供。あ、力強い言葉だな。おーおーおー、なんだなんだ、怖い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 、ゾクッとしたわ。仮面の男は辺りを見回した。あ、声届いてるじゃん。リュカはガードしてる。攻撃してんじゃん、見渡してないじゃん。回復回復、間に合い、よかった、間に合った。あぶねえ、男の攻撃。どうせもう回復してたらいいでしょずっと。てかなんかこれ背景すごくなってんぞ。大丈夫か。でもう回復でいいよね。ああ、食らっちゃったのか。で回復しよう。PK デフォルト、来た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 。え、なになになに、チャージみたいな。危ない、リュカ、誰の声。エイデンはリュカの前に飛び出した。エイデン来たのかお前。仮面の男の攻撃はエイデンに大きなダメージを与えた。ちょ待てよ、ここでエイデンも死ぬとかやめてくれよ。もしこれハッピーエンドで終わってもリュカどうやって生きていけばいいんだよ。真心気づいてくれ。真心ずっとお前を探していたんだ。3年間探してたからね。だからよく PK デフォルト耐えたな。やめてくれよ、もう追い打ちかけんなよ。エイデンは大きなダメージを受けた。もうエイデン1200ぐらい食らってるって。立ち上がれなかった。ちょどうしよう、ガードしとこう。うん、ダメージ抑えれるね結構。もう一回ガードしとこう。で致命的なダメージを食らったってなったら回復したらいいんだね。PK デフォルトアルファ、えらい弱くなったね。もしかして PP なくなった。攻撃 PK デフォルトベータ、あ、アルファからベータに行ったりもするんだ。いててててて、ダメージでかすぎ。おお、次はマーサか、アレックとか。うん、優しい音楽、これはマーサか。真心、あなたとリュカは兄弟なのよ。それすらも覚えてないんだろうな。もう覚えてるとかそういう概念じゃないのか。いやでも辺りを見回したってあったし、なんかえらい背景ゆっくりになったな。リュカの気持ち、リュカじゃない、真心の気持ち落ち着いた。さっきまでちょっといきなり声聞こえて焦ってたけど、いやいや、まがまがしい、まがまがしい。あ、待って、これガードダメじゃね。
ダメージ食らってたよな。次で回復しよう。聞こえる？さっき声は届いてたよね。あなたは真心。真心という名前の私たちの子供なのよ。なんか真心っていう名前いいね、この場面で。なんかもう背景がすごくなってる。で、回復しないとね。てかそろそろ PP が尽きちゃうのが心配だわ。ダメージがでかいんだよな、相手の。マジックケーキ使っとくか、自分に。うん、デフォルトアルファね。なら耐えれるんじゃねえかな、まだ。まあ一応回復はしとくか、怖いし。PK デフォルトガンマ。ダメージでいけ。なんだこれは。音楽がおかしいのか俺の機械の不調なのか分かんない。結構ね、あの録画機器の関係で音が飛んだりするんだよね。お願い、どうか思い出して。もうマーサの声も届かないのか。リュカも真心も。いや、俺はもう十分覚えてるって。だからリュカは攻撃できないんだよ多分。ああ、なんだ、真っ白になった。うん、あ、生まれた時か。赤ちゃんっぽいね、二人。あ、ひまわりがある。ちょっと待って、文字が見えないんだが。一人じゃできないことも二人ならできそうね。なんだこれは、どういうことだ。なんで文字が見えないんだ。あ、喧嘩もするだろうな。ごめんね、ちょっと俺な、多分画面がすごい白くなっちゃってんだよこれ。助け合ったりもしそう。うわー、こんないいとこなのに録画機器の関係で白が飛びすぎてね。白が強すぎて、文字が。真心とリュカ。大きくなるまでに何度も間違えそうね。でも性格が全然違うからね。真心とリュカか。双子にしては全然違う名前つけちゃったね。これ本家の名前なんて言うんだろうね。どんな風に育ってほしい？もう争いがなく育ってほしいわ。君に似た思いやりのある子に。ああ、私は。あらか。あら、私は。あなたに似て思いやりのある子供に。もうお互い動くと一緒なんだな。そういうことだぞ。でもいや、真心って名前じゃぴったりじゃないか。なあ。真心。思いやりな、もう思いやりのある名前じゃん。リュカ。双子って言うからせめてカタカナとかで統一したいところが良かったかもな。頼んだよ。おお、え、みんないなくなった。攻撃できるってこと？してみる。あ、通った。ルカは切なくなった。うわー、ちょ、やめろって。心に来るやつじゃん、これ。仮面男の攻撃。あ、曲も変わってるし、ダメージもすげえ。弱くなってる。仮面の男はルカを見つめた。これ、あの、マーサのテーマじゃん。ルカは切なくなった。え、攻撃していいのこれ。しない方がいいの。もうこのままじゃ普通に殴り殺しちゃうって。耳を塞いだ。ルカの悲鳴が聞きたくないんだ。リュカは切なくなった。うわー、なんだこの
ミュウツーの逆襲のピカチュウの殴り合いみたいな、あれ見てる感覚だわこれ。ルカは目をつぶってしまった。やめろって、もう攻撃やめろよ。あ、当たらなかったよ。仮面の男の攻撃、仮面の男がリュカを見つめた。もう思い出してんじゃないのこれ。リュカは泣きたくなった。俺が泣きてえわ。仮面の男の攻撃、わ、この演出ちょっときついな。なかなかきついなこれ。ほんと仮面の男がリュカを見つめている。もうちょっと涙出てきた俺も。普通に感動してるわ。真心、うん。ちょっと 声涙ぐんでるかも。真心、もうお母さんのところにおいで。おやべえ、結構いい話。疲れたでしょ。おいで真心、おやべえ。普通に涙が止まんねえ。仮面の男は何かを探すように辺りを見ました。声聞こえてんだよちゃんと。あ、仮面抜いてる。仮面の男は素顔を見せた。成長した真心はあれだよね、初めて見るよね。リカにそっくりの顔がそこにあった。真心だった。強烈なイカズチを放った。お前それ聞かねえって分かってんじゃん。フランクリンバッジだよね。真心は致命的なダメージを受けた。もうやられちゃうじゃん。真心は床に近づいた。あ、もうすげえ鼻も出るし涙も出てるわ。真心は床を抱きしめた。リュカは真心の匂いを思い出していた。こんなことになってごめんな。あ、本当にちゃんと心取り戻してんだ。僕の最後の時に一緒にいてくれて本当に嬉しいよ。ありがとう。お父さん、うわ、ごめんなさい。ちゃんと言うことが聞かなくて。もう僕はお母さんのところに行くよ。リュカ、またさ、会えるといいな。はぁ、さよなら。ありがとう。ごめんな。また会えるよな。ゆか、ありがとうよ。真心はちょっとだけ慌て者だっただけだ。慌て者の兄さんを許しちゃってくれるよな。さあ、お前がドラゴンの最後の針を抜く時が来た。用意はいいな。うん。マーサも真心もお前に運命はつけた。
自分を信じて最後のあの針を抜くんだ。もう封印しておくべきものなど何もなくなった。指定に封じていた闇のドラゴンも新しい仲間にしよう。リュカの心ならまあいけるだろうね。ドラゴンにお前の心を伝えてやってくれ。この世界のあらゆる命を守ってくれと心から願うんだ。俺もみんなもお前を、お前の心を信じきっているぞ。お前今自分を信じてくれ。さあドラゴンが目覚めたくて待ちかねてるぞ。あなたの命、あなたを信じるみんなの命、すべてをかけて針を抜きますか？もちろんでしょう。抜くしかないよ。おお、そう、こういう煙が吹き出してきたね。うん、そうか、この地下で行われてるんだもんね、町の。うん、キマイラ研究所。あの花が動けない、動けるの、あの花。知らんかったぜ。おお、種ひね、おお、種ひねり島だ。こいつらいたな、怖かったな、ここ。ん、これ被害は甚大じゃないの。でもきっとドラゴンが守ってくれるからね。おお、ゴーレム。え、橋が壊れてる。あ、へえ、竜参り村が真っ二つになっちゃう。でもこの世界と同じぐらいの大きさのドラゴンなんでしょ。これはオソヘ城なのかな。ああ、沈んじゃった。ん？ええー、あ、今のあれか、ポーキーのビル。ああ、ポーキーはでも悪、ポーキーっていうか、ポー、豚マスクはもうそれ悪いやつな見ただろうけど、操られてるだけだしね。ポーキーが悪いんだよ。あ、これ全体ドラゴンか、島じゃなくて。え、もう島に場所ないじゃん。どうなんのこの後。エンド？え？なに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 ？なんかルート分岐とかあった、もしかして。ん？